立ててご飯を食べているようです。カオリンちゃんは今日で3日目の朝を迎えていますが、トイレも、とても健康なものが出ていたようですよ。そしてついでに、ちょっと反乱を起こしすぎちゃった、アンズちゃん、昨日は夜、またおもちゃで誘ってですね、ケージの中に入ってもらい、朝まではここでゆっくりお休み中です。また朝だから外出ようね、後でね、ケージの掃除や、ご飯の用意をして遊んでもらいます。また夜は入るんだよ。はい、ごめんね。ちょっとここ開けるからね。1、2、3、4、5、ここまでね。お隣とこれが見えるようになるけど大丈夫だね。今日のこれは9時ぐらいからかな、PM2.5 が、薄まってくるということなので、今日は窓に、格子をつけてですね、風の入れ替えできるような状態にしたいなと思います。よし、じゃあこの状態でね。はい、今はですね、仮止めというか、完全に固定していませんが、このような感じですね。これが一番上まで行きます。これをくっつけた状態にして、完了です。意外と簡単ですね。そしてですね、この防犯用のサッシのストッパーですね。これを設置します。これだけですね。これでここが動かなくなります。はい、細かいところは後ほどやります。はい、さてじゃあ、アンズちゃん外出る？あ、片付けてないから今やる。はい、はいはい、
ょっと甘えた声を出したよ。まあその都度なでなですればちょうどいいのかな。遊んでいて。よいしょ、これで遊ぶか。それよりなでなでなでなのかな。それそれジラシの食いつきよりなでなでの方が喜んでるね。もっと乱暴にカレ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 カこれが面白いみたいだからね。なんか落ち着いて撫でられるようになったらブラッシングがいいかもね。
なんか知らんけど、なになになにっていうのが嬉しいみたいな。そうだね。あ、お腹だ、お腹だ。なんか赤ちゃんお腹だ。はい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 。したけど、あんじちゃんはカリカリの方が好きなんで、あ、そっからはそっからはちょっと無理じゃない？食べてみる？どうじゃ？無理ってわかった？ちょっと無理だねって、あ、出るかな？顔ちっちゃいから出るかな？口の方がいい？ちょっと開いて、ほら、見て、ご飯だよ。あんずーちゃんはさ、あんまりウェットいらなくなっちゃったんだね。美味しいね。あれ？はい、ケージの中に。はい、戻します。はい、ここ置いとくからね、ずちゃん。よいしょ。はい。ここに、ほら、コーヒーちゃんがシャーピーって。ここだよ、まずちゃん。ね、ここね、一応。ごはん、食べたければこっちでどうぞ。あんまり、あずちゃんも食べないけど、ウェットも気をつけます。はい、そっちで音がしちゃったか。おじちゃんもここにあるね。おじちゃん、入り口まで来たじゃん。おじちゃん向こうにあるんだよ。こっちのポンちゃんたち。早く戻ってこないとポンちゃんご飯食べられないから。おいで。あ、ポンちゃんが遊んだ。ポンちゃんがポンちゃんがアンズちゃんを叩いた。早くしてよ。